そうですね、それが結構、うん、楽しみにしてる。最近レッドベルベットにインタビューしたんですよ。すごいよね、レッドベルベットに会った人ですよ、この人。生きててよかったっていうこういう仕事やりがいあるなって思いました、はいはい、素晴らしいですね。で、あの自分で韓国語の教室も東京でやってるんですよ。なので僕も、うん、多分日本語の勉強を、うん、まあちょっと K-POP とは違うかもしれないですけど、韓国人です、はい、一応アニメ